アンフィサレスツオアは、ソビエト連邦、ブラジーミル州、ジャクムズ出身の元クロスカントリースキー選手かつ、元バイアスロン選手。両種目ともに、オリンピックで金メダルを獲得している。1984から1985シーズンに、クロスカントリースキーワールドカップデビュー。1985年、ノルディックスキー世界選手権では 20km5 位、入賞。 リレーでは金メダルを獲得した。1987年、ノルディックスキー世界選手権では 10km4 位、5km と 20km で銀メダル、リレーで2大会連続の金メダルと大活躍。1988年のカルガリーオリンピックでは 20km で銀メダル、団体戦では金メダルを獲得した。 また、1986から1987シーズンのワールドカップ総合2位となった。1989年からバイアスロン競技に転校。1992年、アルベールビルオリンピックでは、個人スプリント 7.5km で、金メダル、リレーで、銅メダルを獲得した。また、同年のバイアスロン世界選手権リレーで、銀メダルを獲得。 バイアスロンワールドカップ総合で1991から1992シーズンと1992から1993シーズン2に2連覇した。1994年リルハンメルオリンピックリレーでも金メダルを獲得。1998から1999シーズンにクロスカントリースキーに復帰。年ノルディックスキー世界選手権ではリレーで、 金メダルを獲得、1987年以来12年ぶりのメダル獲得となった。1999年に現役引退、その後ロシアの雑誌スキースポーツのインタビューで1998から1999シーズンにドーピングを行っていたことを明らかにした。ありがとうございます。